はい、じゃあもう今日はね、なんと対面店のハンバーグが出ましたので食べていこうかなと思います。よいしょ。私ハンバーグってなんか幸せな味がするから好きなんですよね。よいしょ。幸せが詰まってる感じがする。だからびっくりドンキーとかも好きだし、近くにハンバーグとか、ステーキみたいな売ってるとこのレストランがめっちゃ美味しいんですよね。大好き、そこも。なんかこのコロッケ、やっぱチンするとふにゃふにゃってなっちゃうんですけど、スパゲッティもついてる。取れない。私、これ何でしたっけ、これパセリ、何これ、これは食べれません。今日はジブリのなんかよくね、友達とジブリの見てくる登場人物たちのなんかあの男性の結婚したい、付き合いたい、ちょっと忘れたけど、好きなキャラクターさん、なんていうのランキングみたいなのつけていて、1、2、3位までつけるって遊びを昔ね、友達とやってたんですけど、それについてね、今回は女性版をねやっていこうかなと思います。見てくれてる人はもしかしたら男性の方が多いかもしれないんで、まずね、私のだから私が言う前に、まあ、ジブリが好きじゃなかったら全然わかんないと思うんですけど、ジブリは結構教科書並みにみんな知ってると思ってるんですけど、知らないかな。
一応、まあ、言ってきますね。私の第3位はシータですね。シータ大好き、本当に。なんで、まあ、第3位かというと、もうとてもとてもいい奥さんになってくれそうじゃないですか。もうなんか美味しい料理を作って、なんかイライラしてもなんかちゃんと受け止めてくれそうだし、でも芯はしっかりしてるし、なんか深い愛で支えてくれそうだから、絶対シータみたいな人と結婚したら幸せになれると思う。しかも可愛いしね。で可愛いです。でさ、でさ、飛行石をこれを海に捨ててとかいうシーンがあるんですけど、そこがすごく好き。ほんとモノマネやってみたいな悪ふざけが学生の頃はあるじゃないですか。マジでネタないからそれやってましたね。何そのモノマネみたいな意味不明な懐かしい。すごい大好きですシータ。あのおばさんのちょっとブカブカなズボンとか履くところがまた可愛いですよね。可愛い、ほんと好き。あとは第2位は3ですね。3っていうのはあのもののけ姫に出てくる、そうだよね、もののけ姫のヘロインなんですけど、なんか3ってすごく無鉄砲っていうか、なんか本能のままに生きているけど、まあ、なんか大切に思う気持ちみたいなのはすごく純粋で持ってるじゃないですか。だから、私はそんなになんかよくね器用そうみたいなことを言われるんですけど、第一印象で、でもすごい不器用でなんかいろいろすごい考えたりとかしちゃうし、だからなんか彼女のそのなんか不器用なところみたいなのをすごく、支えたいみたいな気持ちになりますね。やっぱり、まあ、明日かだよね、いい主人公が。明日かがいい男すぎるんだよね。あんだけのじゃじゃ馬をさなんか支えるみたいなのってほんとすごいし、でもそういうなんか無抵抗な女性って、まあ、なんか追いかけたくなるのかなとは思うんですけどね。なあ、もうほんとにさ、私はすごくああいう野生的な女性はすごい魅力的だなと思います。意外と大切にしてくれるんじゃないかな。付き合ったりとかしたら、まあ、なんか、愛情はすごく深そうだから、一回この人好きだなとか大切だなと思ったら、まあ、なんかとことんすごい家族みたいに大切にしてくれそう。
こで切れたんですけど、じゃん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 、ナウシカですね。もう私の永遠の憧れなんですよ、ナウシカは。ほんとナウシカみたいになりたい強くて聡明で美しくて、もう本当にね、見識が深くて、もう本当に憧れの女性です。ナウシカはやっぱりこうお姫様なんだけど、ちゃんとこう支えてくれてる人たちの手とか、働き者の手だねみたいなことを言って、もう本当にはついていきますみたいな私はあなたについてきます、私もなっちゃうし、でなんか自分でさ、その深いの森を調べたりとか、ちゃんとそういう水がね汚れてるから発見して、深いの植物を育てて、で綺麗なお水をね育てると、その深いの森、あの植物も胞子出さないみたいなことを調べたりとかして、もう本当にさ素敵な女性すぎないですか。ちゃんとこう前を向けて未来を想像できるみたいな感じで、本当に好きなんですよ。本当に好き。もうなんでなんでそんなできる、まあ、あの物語の中だからねあれなんだけど、まあ本当にこう、まあ自己犠牲はあんまり好きじゃないけど、まあ、どんな状況でも誰かのために頑張れるっていうのはすごい素晴らしいなって思うけど、でもちゃんとなんか少女らしさっていうか、年齢層のその幼さみたいなのもあって、やっぱお父さん殺された時とかはめっちゃ逆上してさ、殺そうとしたりとかなんかまあそのすごく一つ一つ素晴らしい行いだけど、でも結構一本線っていうか、そこまでやって大丈夫みたいな、そういうのも多いから、なんだろう、そういうあまりにもひたむきすぎるところとか、うん、こういう少女らしさみたいなの残ってるから、またそれはそれで魅力的だなって思います。ということでいかがだったでしょうか。皆さんの3位は決めれましたか。範囲というか、なんていうかトップ3 まああんまりジブリ見たことない人いるかな、やっぱ今は最近見てないですか。それは悲しい。ぜひ見てほしい。でもなんか、まあこれは理想であってね、あれなんだって、まあそんな理想通りの人と付き合ったことなんてさないから
人が、まあ理想を求める人とかもいるのかな。私はあんまり、なんか結構初対面でなんかビビッとくるかどうかみたいな、結構こんだけ言っといてフィーリングでなんか好きかどうか決まったりする、評価の皆さんはどうですか。まあ男性のねトップ3もね前やった気はするんだよな、どっかで言った気はするけど、なんだそれも言っていきましょう。年の子のめっちゃ綺麗に残すという手法、ジブリはさ、みんなジブリ見たことありますかね。本当にさ、なんか私はジブリが大好きで、あの頃はビデオテープだったんですけど、擦り切れるほど何回も何回も何回も見てました。マジ好きとか。なんか最近ちょっと痩せたって言われて、確かにズボンとかもね下がってくるんですよ。怖いと思って今日はちょっとこれにパンをさらに食べようかなって思う。食べ過ぎかな。本当はさ今日バンドバージョンをやろうと思ったんだけど、もう全く間に合わないからもうやめます。もう諦めモード。部屋が汚いからもうそっちの先にやろうかな。イライラしてきちゃったそっちに。もうなんか部屋を片付けて洗濯します。うん、まあ北海道です。ここら辺に小樽があって、じゃあ札幌小樽ここら辺北海道は大きすぎて私も行ったことないとこいっぱいあります。なんかあっちにね残ってたらやっぱみんなさ、あの社会人だったら車持っていろんなとこ行くみたいな話聞いてるからいいなって思う。でもこの年になるとさもうみんな家族がいるから家族でさ出かけることが多いだろうから戻ってもね、うん、
でも実家にも地元にも何人か独身のままのはずの友達もいるからな。まあでもコロナが収まってからですね。普通にね、あのね、私が一番したいことは、あのね、北海道にいたらあのさ、なんだっけ氷、海がさ氷なんて言うんだっけ、やばいんだけど最近何も思いつかない。漂流なんて言うんだっけ、あるじゃん、海が氷なんて言うんだ、やばいよそれ、わかんないのね。それをなんていうか行きたい、なんか船に乗ってバーってこうなんか割ってくみたいなっていうのが行きたいですね。漂流、流氷やばいやばい、そう、待って、流氷で大丈夫でした流氷行きたい。で、クリオネラミルでしょ。あとさ、アイヌのなんか文化資料館みたいなのがあるらしいんで、それもね、やっぱなんかいつか北海道人としてさ、なんか知っておきたいなというか見てもおきたいなみたいな気持ちがあって、やっぱいろんなさ、北海道って地名ってアイヌの方々のね地名が残ってるんですよ。だってくっちゃんとかこっちから考えたらよくわかんない名前じゃないですか。あとはなんか植物園みたいなの昔行った時にいろんなこう名前が2つ名前があったりするんですよ。アイヌの人たちがもともと呼んでた名前とその後からつけた名前みたいなのが確かあって、そういうのもさすごい面白いなって思うから、だからさみたいな、今顔がキュッてなったもうそういうのをね行きたいなと思ってます。こうでいいか。北海道チーズ蒸しケーキ、山崎のこのパン私めっちゃ好きなんですよ。なんかあっさりしててさ、すごい食べやすい。安心する味。あとは北海道に行ったら何したいかな。あ、そうだ、なんか小樽にこうワインのなんかいろんな飲み比べみたいなことができるところがあるみたいなんで、それもね行ってみたい。言うほど私も飲まないんですけどね、結構すぐ酔っちゃってなんかね、学生の頃とか、まあ、20代の頃一回ね自分の限界を知りたくて限界まで飲んだんですけど、もうそしたらもう吐き気が止まらないしもう次の日も起きれなくて、これはねもう仕事を一回お休みしてた時の話なんで、特に仕事場に迷惑かけたりとかしないですけど、ほんと大変で、こういう感じかって思いました。 でもね、その時私何杯飲んだとか覚えてないんですよ。なんかちゃんぽんしていたけど、なんかいろんなお酒飲むことね。でもね、なんかどっかで見たけどちゃんぽんって別に関係ないらしいんですよね。だからねよくわかんないまあしてたけど何杯飲んだかな、
意外と10杯も飲んでないんじゃないかなって思うんですよね。なんかもともと人間ってそう、あのアルコールをさ分解できる度量なんていうかあれが決まってるみたいな感じじゃないですか。だからあんまないのかもしれないですね。ということで今日はちょっと待ってね。はい、ということでね、今日は全部食べ終わりました。なんか、まあ、ジブリのトップ3を女性のトップ3をね発表してみたので皆さんもちょっと考えてみてください。ジブリ大好き。あとはなんかちょっと北海道のこと話したりしたんだよね。早く自由になりたい。もう進撃の巨人見て俺は自由になりたいんだって言って自由じゃないっていうね、お前は縛り付けられてる感じですけど、なんか私自身もさ、なんか自由を求めれば求めるほどさ自由じゃなくなっていくっていう現象に陥っているなって思うことはあるんですよね。なんかね、なんかだんだんやっていくうちに責任が出てくるよね、何事も。まあそれを責任と感じるのか楽しいことだと感じるのかっていうのは人のでも仕事じゃなかった自由なのかもしれないですけど、まあそんな感じでとりあえず話してみましたので、皆さんもハンバーグたまに、ね、食べてみてください。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価してね。バイバーイ。いて、あとメインチャンネルを1000人目指してるから、本当にこれをメインやったらもうセットで絶対メインも入れてください。絶対入れてください。バイバーイ。